エルビンクは、ドイツ海軍の巡洋艦。ピラウ9個型巡洋艦の一席。1913年に、ロシア海軍シュベリア召喚隊向けのアドミラル、ネベルスコイとして寄港。艦名は、サハリン沖を探検した海軍軍人、ゲンナジー・ネベルスコイにちなんだ。第一次世界大戦の勃発により接取され、1914年11月21日に、エルビンクとして浸水。 艦名は東プロイセンの都市エルビンクにちなむ。もともと搭載予定であった 13cm 砲を 15cm 砲に変更したため、収益は1915年9月4日となった。収益後、エルビンクは北海やバルト海で活動した。1916年5月31日、エルビンクは同系艦のピラウと共にフリードリヒボディッカー。 少々期間の第二偵察軍所属で、ユトランド沖海戦に参加した。エルビンクが海戦を開始し、イギリス巡洋艦、ガラティアに遠距離砲撃で最初の命中弾を与えた。ただ、それは不発だった。19時、第二偵察軍は、グランドフリートと遭遇した。巡洋艦ビースバーデンが戦闘不能となり、エルビンクも被弾して、死者4名、負傷者12名を出した。 5月31日から6月1日夜の太陽艦隊の帰還の際、エルビンクは巡洋艦ハンブルク、シュトットガルト、ロストックと共に第一戦隊の左舷側を航行していた。イギリス駆逐艦の突然の攻撃により、ドイツの巡洋艦は魚雷を避けるため右に舵を切り、戦艦戦隊の戦列を横切った。そしてエルビンクは戦艦ポーゼンと衝突した。 上院ガス依頼艇 S53 により救助された後、エルヴィンクは処分された。ありがとうございます。